3年ぶりのうさこい相談祭りということで、私たちは待ちに待った日がやってまいりました。その間ご応援いただいた皆様には本当に感謝を申し上げます。そしてこの会場を設置してくれたスタッフの皆様、本当にありがとうございます。今日は感謝の気持ちを込めまして一生懸命踊ります。またちょっとスペース的に全員では踊れないんですが、その分皆さんの近くで踊れることが非常に嬉しく思います。それでは踊ります。どうぞご声援よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。